ヨナス・カズラウスカス、ヨナス・カズラウスカスは、リトアニア・パネベジース出身の元バスケットボール選手、指導者である。BC ・リエトボス・リータスで選手として1979年の旧ソ連リーグ3位に貢献するなど活躍。引退後、指導者に転身。1994年に BC ・ジャルギリスヘッドコーチに就任。 1998から99ユーロリーグ優勝と5度のリーグ制覇に導く。2000年、フルス・リエトボス・リータスのヘッドコーチに就任。ここでも2001から02シーズンのリーグ優勝に導いた。その間1997年から2001年までリトアニア代表も指揮し、シドニー五輪銅メダル獲得に導く。2004年、オリンピアコス BC ヘッドコーチに就任。 2006年まで務めた。2004年には中国代表のアシスタントコーチに就任。後にヘッドコーチに昇格。2008年北京オリンピックまで指揮を取っている。2009年よりギリシャ代表のヘッドコーチ。2011から12シーズンはロシアの PBC チェスカモスクワの監督を務めた。2013年より再びリトアニア代表のヘッドコーチを務める。 2016年リオデジャネイロオリンピック後に退任。2017年より、関東サザンタイガースのヘッドコーチ。ありがとうございます。